第1回理科テスト。はい、ということで MC の吉田純太です。田中です。塩崎大地です。山中重太郎です。ミルクのアインシュタインことその慎太です。それはあながち間違いじゃないな。いや、まあ、確かにね。確かにない。確かに進めない。ダメだ。今回学力テスト第2弾ということで、まあ、前回が漢字テストをやったんですけど、サムネイル以外公開して、サムネはカスでしょ。ミョン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 。あとそのファンクラブの方でやったんですよ、罰ゲーム配信みたいなの。それも結構好評だったんで、今回理科の方をやっていきたいですね。これ理科はメンバーからリクエストしたね、これね。確かに俺が言った。おお、お前が言った。誰が言ったの。僕実はあの中学の理科、はいはい、方法90点だよ。えぇ、ー、でも逆には理科だけど、今回範囲がまあ中学生の理科全10問ございます。上の戦い方、そう、前回大地と十太郎の下の戦い方。いや、そうなんだ。それが今回ないかも、ね、か大丈夫なのかなと思って今日なんか、で今日本当にあ賢いじゃんねえなって大丈夫。さあ、まず入門というか、うん、これできなかったらもう本当にトホホって感じなんで、寝ながら聞いていいですか。もう全然大丈夫です。それでは問題です。地球は青かったの名言で知られる人類初の宇宙飛行を達成した人物の名前を何という。待って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 、そんな問題なかったくね。いやいや、あった理科に。歴史じゃねこれ。いやいやいや、これ誰、理科の前作ってんされた。作ったやつ教師は。いやいや、マジでライト兄弟って書こうとして危ない。ライト兄弟。地球は青かったで、うん、もうえ、それで分かんないのって感じなんだ。よく報道されてるよね。何かと言われるよね。なんかお金配ってる人じゃなくて、それは前澤さんよ。お前さ、それ俺ボケたのに。うわさあ、ということで皆さん回答かけたということで、じゃあハヤトからかな。そうだね、わかりました。ハヤトから回答オープン。ブライアンありそうな感じですよ。はいはいはい。僕は科学のあの有名なガリレオ。ガリレオ。何文字ガリレオ。次ちょっとじゃあ十太郎くん、ちょっと見してもらっていいかな。アポロさん。アポロさん。あ、待って、月面着陸のやつですよ。じゃあちょっとシュンタくん。オデッセイ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 。答えはガガーリンです。わあ、惜しい。惜しくない。ガだけ。マジ聞いたこともない。聞いたことない。次の問題ですね。熱いものなどを触った時に起こる脳が関与しない反応を何と言いますか。もうさ、わかるけどさ、ちょっとさ、寝てくれない。なんだっけ、待って、本当に思い出せない。脳が関与しない。脳。さあ、ということで回答かけたということで、佐野くんまず回答見せてください。オープン。反射。反射。大地くん。無関係熱い。あれかよ。日本来て3年目みたいな。あと俊太くん回答見して。僕は条件反射。あ、なるほど。はいはいはい。どっちかでしょ。じゃあ十太郎くん。びっくり反応。びっくり。ちょっとなんかボケてるわけでもない。ボケてなかった。さあ、ということで、答えもあります。はい、お願いします。答えはですね、反射です。おお、すごい。条件反射ってなんか。まあ、動物において訓練や経験によって後天的に獲得される反射行動。なるほど、10ポイント入ります。次の問題です。これなんだ。僕のこと見てください。あ、分かった。だって待って待って、やってたよこれ。なんだっけねえ。実はということで回答オープンしましょう。まずはこうシュンタ。あ、いいですよ、お願いします。フレミングの法則。はい、十太郎。フレミング左手の法則。おお、そうだったよ。佐野くん。フレミング。はい、第一。フレミングの法則。何でもあるやん、それ。ずるということで、俊太、十太郎、佐野くん、10ポイントずつ。よっしゃ。次の問題に参ります。これ、丸×問題ですね。問題です。はい、メスシリンダーの目盛りは、入っている液体の一番高いところを読む、丸か×か。違う、あ、違うわ。あ、やべ、言っちゃった。液体入れるじゃないですか。で、目盛り。ちょっとだけこうなってるんですよね、あの縁のところが液体。あ、それどこを読むのかっていうので、今回は一番高いところを読む液体が。あーねー、丸か×か。もう吉田さん、こんな簡単な問題やめてください。じゃあもうこれ一斉にオープンですね。はい、一斉にオープン。×全員。もちろん正解は×でした。ありがとうございます。じゃあちょっと次はですね、写真問題です。こちらの実験器具なんと言いますか。これです。うわなんだっけ、うわなんだっけ。ああ、これです。うわなんだっけ。これ2個名前があります。どっちも大丈夫です。あ、2個2個あるんですよ。オッケー。もう本当に合ってる。合ってる。本当に合ってる。住宅からなんかね、受け皿。受け皿。なんかこれぐらいテンションだと思うんだ。やばっ。まあまあ、さあ、俊太くん。焼く皿。
あー、なるほどね。ハヤト。シリンジ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 。大地くん。はい。顕微グラスです。え？ちょっと待って。違うくない？正解は、シャーレです。あー、シャーレだ。シャーレだ。ほんと、シャーレか、ペトリザラっていう。ペトリザラ。さあ、ということで、引き続き画像問題。これ、なんて言いますか？あ、覚えてるわ、それは。で、絶対正解するから俺こっち向くね。あー、いいよ、全然。なに？そう。おい、時間制限かけようぜ。急に。でも、安心して。大ちゃん、今まで分かったって言ったら全部外した。まあ、大地くん自信ありそうなんで、俊太くん、オープン。薬用箱。そっち系だよ。はいはいはい。あ、くそー。重太郎。ごめん、ちょっと。鳥箱みたいな。あー、なるほど。はいはいはい。うわー。ハイド。温度小屋。温度小屋。大地くん自信ある。お願いします。百葉箱。大地くん正解です。待って、百葉箱か。百葉箱。問題です。気体の集め方。酸素や窒素などを集めるやり方として用いられるやり方を何と言いますか。うわ、すっげー。え、どういうこと。10年前の話だよ。10年前の話だよ。したい。もうはやちゃんハンディかもね。もう30年前ぐらいになってしまう。バーッ、いくつだよ俺。もう50過ぎやぞ。さあ、ということで書き終わりましたんで、重太郎からお願いします。水上時間法。はい、俊太。水上時間法。はい、大地。思いっきり吸う。なんか、え、集めれるくない。はやと。下方置換法というのも、火事とか起きてる時って下にいた方がいいっていうんですか。だから下に酸素が集まりやすいのかなっていうので。正解は水上置換法。しゃ、一回ポイント整理すると、僕が3ポイント。3ポイント。ハヤトは3で、俺2。あー、2か。まあでもいい接戦。まあ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 ではある。今回もまあできれば罰ゲームはやっぱ用意したくて。え、 FC のまた生配信を。いや、あれね、良くないらしい。なんか良くない。運営の人がね、大変だって。マネージャーさん的に罰ゲーム生配信結構辛かったですか。全然大丈夫。余裕。あ、大丈夫ということで、罰ゲームは生配信でまたプリントをやっていただくと。やだよ、やだよ。いや、嫌だよって言ってんじゃん。俺毎回行くんだからね、俺。確かに。ということで、次の問題。はい、問題です。どんと来い。アンモニア噴水実験で用いられる溶液の名前を何という。え、アンモニアの噴水実験で用いられる溶液の名前を何と言いますか。さあ、ということで全員かけましたので、俊太くん教えてもらっていいですか。俊太くんと。フェノールフタレイン溶液。うわー、懐かしい。重太郎さん。分かんない。アンモニア溶液。あー、なるほど。隼人。水酸化ナトリウム溶液。水酸化ナトリウム。なるほど。長いと言ってきた。大地くん何ですか。じゅうちゃんちょっと惜しいんだけど、アンモニア水溶液。あー、水が入る。正解はフェノールフタレイン溶液。いやー、すごいよ。いや、今のちょっとさすがっていうの見せられましたよね。俺はちょっと見せられたね。実力感ありましたね、今のはね。さあ、問題。2種類以上の物質が混ざっている混合物を分ける操作として用いられる、液体を加熱して気体にし、冷やして再び液体に戻す操作を何と言いますか。懐かしい。なんかね、実験で言うなら、この液体をバーナーでブルーって言って、つってこう、つったこう、液体を水の中に入ったやつに入れるっていう。それワンセット思い出すながあるんです。ワンセットなんだ。そうそうそう。2セット。それワンセット。なんて言うんだっけ。わかるやん。その言葉使ってなんかある。わかる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 。さあ、日常的にもたまに使う。使うっちゃ使う。いや、なんか日常の中で、え、これって何。ああ、ないないだよ。そう、言っちゃいか言っちゃいか。もうそれで言っちゃいか。あ、俊太君教えてください。消化。消化。潤太郎。分解操作。分解操作。はい、どう。蒸留。蒸留。大地君何ですか。断捨離。断捨離。マジさあ、ということで正解は蒸留です。よっしゃ、ちょっと待って。正解です。よっと。お前マジか。お前マジか。待って、今なんて4-3-4-2。やっても俺勝てないじゃん。なるほど。2点とか。なるほど。いただけると並んだ場合じゃんけんでいいんじゃないかな。並べるようにすれば。最終問題です。はいはい。じゃあ頑張ろうか。言うで。問題です。名前が2016年11月に正式決定された
日本人が発見した新しい元素記号の名前を何と言いますか。これ結構アジアでも快挙って言われてるらしいんですよ、これ。うわぁ、それかぁ、その問題かぁ。さあ、ということで、全かけたということで、俊太くんからお願いします。日本十分ほう。うわぁ、聞いたことない。俊太郎くん NEなんかあったよ、元素記号。元からなかったっけ。元素は僕、AU。 ちょい。俺も元素記号で、まあこれと同じこと書いたんだけど、JP16。 JP16? 2016年にできたジャパンの JP16。 元素記号で書いちゃってごめん。これもし違ったらこれから大事なこと呼ぶね、そうやって生配信じゃなくて、名前1週間 JP16。 さあ、ということで、日本人が発見した新しい元素記号の名前、正解はニホニウムです。おっ、違うじゃん、お前違うよ。残念、正解者いません。やったやったじゃない。やったじゃない。で、元素記号なの NH です。おっし。さあ、ということで、全問題が終了いたしました。俊太くんは僕4点ですね。4点、もう素晴らしいんじゃないですか。純太郎くん3ポイント、大健闘ですよ。ハヤト君は僕4ポイント4ポイントは素晴らしいですね。やっぱここ頭いいんですね、やっぱね。さあ、大地君、これ何でした。ポイントお願いします。ポイント何でした。自分で言いなさい、自分で。3ポイントです。嘘つかないで。1ポイントということで、大地君罰ゲームでファンクラブの中でプリントをやっていただくという生配信をまたね、しっかりやっていただきますんで、またちょっとね、時期は後々お知らせいたしますということで、次回なんか大地君逆にリクエストあります。なんか負けた人が言っていくパターンだった。なんか道徳道徳道徳は正解がないで有名なんで、みんなの心のノートしないじゃん。俺社会行きたい。社会ね。次回は社会でお会いしましょう。以上、僕たちはミルクでした。ありがとうございました。ありがとう。